のの映像ではクロス表の作成についいててやっていきます2番帯グラフの作り方という一連の映像の2番目なので2-2という単元番号となっています。クロス表というのは今前に出ているような表のことです。帯グラフを作っていくというのが最終目的ですがその前にクロス表という表を作らなきゃいけない。グラフの前に表これを忘れないでください今からやっていくのはこの表の作り方の説明です。 全体の中でもう一度位置づけを確認しておくとこのように帯グラフを作っていく前の段階の映像は2種類ありましたねそのうちの2番目が今からやっていく2の2クロス表の作成の部分ということになりますでは全体像の中での位置づけを押さえた上で教材をお持ちの方はこの2の2クロス表の作成という部分をご覧になって映像を見てください もちろんこの教材がなくても映像だけ見れば作業ができるようになっています。1つ前の映像では、今、前に範囲指定されているように、XYZ、性別、体重、体脂肪率の項目を設けて、その下に元々のデータベースの数値などを転記してきたところまでやりました。今からやっていくのは、これを元に表を作っていくという作業です。うん 前回やったこのフィルター機能を使いますので、これがちゃんとできているか確認した上で作業に臨んでください。では、クロス用、どこに作るかというと E3 から j 9のこの範囲となります。いいでしょうか。この範囲に作業していきますので、まあ、この範囲がちゃんとあるということも確認しておきましょう。何をやっていくのか、まず最初の1行目にはタイトルを入れます。 タイトルについてはいろんな書き方ありますが、この授業では一番シンプルな基本属性をまず書き、体重です。そして、その、これが独立変数だとしたら、その従属変数と考えられる変数を2番目に書きます。体脂肪率ですね、今回の場合、はい。このようなシンプルなタイトルでいきましょう。 皆さんもこれ、各自の手元で書くようにしてください。これができたら、1つ開けて、体重と書きます。この時に、体脂肪率をここに書いちゃう人がいるんです。これは、最初のスタートとしてはちょっとおかしいです。体重について見た上で、じで、体重大きい人、少ない人が、体脂肪率高いか低いか、このように見ていきたいので、左から右へと書いていく。 体重、体脂肪リストを見ていくという順番、忘れないでください。今1つ、え体重、ここに書きましたが、E5 に書いてましたね。ごめんなさい、もう1つ下です。E6 に書きます体重。そして、体重と書いた文字の右側、これも忘れないでください。下に書き出す人が結構いるので、大間違いです。体重と書いた文字の右側に1つ目の値。 45kg 以上というのを書きましょう今私45が,5が大きい全角文字になってますが正しくは、はい、こういう数字やアルファベットは半角で書くのが一般的ですこういった図表の中ではなので 45kg までは半角で書くそして以上は全角で書くというふうにしましょうその下には 45kg 未満と入れましょうそしてスナントが少し悩ましい点なんですけれども 今回の場合には空白という人がいましたね。投資番号で言うと2番の男性でした。こういう方がいるので空白という人がいるのかどうかということを書き留める欄を作りましょう。そして最後に合計です。ここでは小、計の意味で計としておきましょう。このように一つの項目に対して少なくとも4つの欄を設けなければいけないので忘れないようにしてください。 次の体脂肪率に関しても同様です。体脂肪率と書いた後、最初に書くのは20%以上です。その後20、20%未満と書いて、で、空白、合計と、このように埋めていきます。以上が今から作っていくクロス表の主な枠組みです。ここまでまず皆さん手元で書きましょう。これが書けたら、 少し定裁を整えていきましょう。見出しの体重と体脂肪率というのは、こんな端っこあったらちょっとおかしいですね。というわけで、このホームボタンを使います。ちょっと画面が小さいですね。大きくしましょう。作業スペースの、えー、っと表示を大きくしてみました。体脂肪率と、ごめんなさい、体重と体脂肪率というものについて、真ん中に寄せるようにしましょう。 E の3から J の3まで範囲指定してください。この範囲を指定した上で、1つのセルにまとめてしまうという操作をします。それはこちらです。セルを結合して中央ゾロ A というやつです。これを一度左クリックしてください。するとこのように真ん中に来ます。今回は表1番目なので、表1の1ということも浸しておきましょう。 これで見出し完成です。で次に、これ表なので、枠が欲しいということで、E の3から J の9まで範囲指定してください。そしてまず、この周り全体を囲みましょう。また、K 線の欄に行きたいと思います。こちらです。この横の下向き矢印を一度クリックして、外枠と。 書かれているところを選択しましょう。ここを一度左クリックしてください。すると、全体に対する枠ができます。一度他のところをクリックしてみるとわかります。このように、全体に対する枠が付けられましたね。さて、その次に、まあ、最低限だけにしておきたいんですが、やっぱり見出しの下と、それから、体脂肪率の20%以上、うんぬんという見出しの下。ここには、どうしても、 線がなけければいけませんなので再び先ほどの K 線の部分をクリックして今度は下 K 線の部分をクリックしましょうそして今度 F4 から F9 まで反射してください体重が4 5キロ以上未満とかあるところの右側に線を引きたいと思います再び K 線の欄を見て右 K 線をクリックしましょう はい、これでどこか他のところをクリックしてもらえればこのように最低限の枠ができたことが分かると思いますでは以上の枠組みの中に数値を入れていくことにしましょう重要なのはこの部分ですこの今黄色く色を変えた部分に実際何人の人がおったんやということを記しておく必要があります今からそのやり方を見ていきます 人数を数えるためには当然先ほど作ってもらったこちら ABC 列のデータを使います。今回、X の性別は使いません。男性、女性がいろんな方混じってますけれども、男性、女性の区別なくクロス表を作っていきます。なので今からやってほしいのはこちらです。Y の体,ごめんなさい体重のフィルターボタンを押してください。そして全て選択を一度消しましょう。 今ね、全部出てるわけですけど、この Excel の画面の中に、全部出すというのではなくすという意味です。しかし、まずは 45kg 以上の人の人数を知りたいので、その部分だけクリックしましょう。チェックマークが入ったことがわかるでしょうか。皆さんもやってください。ここにチェックマークが入れられたら、OK ボタンを押します。すると、 右にでき,たできていた表も少し崩れてしまうんですが、その下、体重の欄を見てもらうと大事な変化が分かります。45kg 以上と書かれた人だけが表示されるように変わったんですね。このようにちゃんとなっているかを確認してください。その上で次、45kg 以上の人何人ということ自体に関心があるんじゃないんです。 45kg 以上で、かつ体脂肪率が20%以上の人の人数を知りたい。フィルターの三角印をクリックして、再び、この体脂肪率に関しても全て選択と書かれているチェックマークを外す。そして20%以上にチェックを入れる。これで OK をしてください。すると、表がさらに崩れましたが、 体脂肪率のデータの部分を見てもらうと、20%以上と表記されている人たちだけになりましたね。というわけで、一目瞭然です。45kg 以上で20%以上の人だけがここに表記されたという結果です。いかがでしょうかこのように知りたい人たちだけを抽出することができるので、フィルターという機能は便利なんです。では、その人数がどのぐらいなのか、実は Excel ではこの部分に この両方の特徴を満たす人たちの人数が現れます。ちょっと表示が見にくいですね、えー。赤ペンで記しましょう。こちらです。この画面左下にある狭い表示欄をステータスバーというんですが、このステータスバーに59レコード中17個が見つかりましたと書いています。 45kg 以上で、かつ体脂肪率20%以上の人たちの人数なんです。これを皆さん確認して、手元に機械を取ってください。あ、なるほど、17人なんやなという感じでメモが必要というわけです。これができたら次に、一度20%以上という縛り、縛りを消しましょう。すべて選択にして OK にする。そして今度は、 もう一度、この三角をクリックしてすべて選択を外して20%未満だけにチェックを入れましょうさっきは20%以上やりましたよね今度は20%未満を見てみようというわけです。これで OK を押してくださいすると今度は何人いましたか15人ですよね左下のステータスバーに書かれている通り15人の人が見つかりましたとあります。 これも皆さん手元で控えてください。体重4 5キロ以上というのは同じだけれども、体脂肪率20%以上は17人でした。体脂肪率20%未満は20人、ごめんなさい、15人でした。ですね。この結果を控えておきましょう。後でクロス用に書き込んでもらいます。では、まずはここまで一旦書き込むのが一番間違いがないので、 それぞれのフィルターのすべて選択を押して OK してください。これ忘れないでくださいね。両方のフィルターを選択して、すべて選択にチェックを入れて OK です。すると、このフィルター欄の印が何もなくなりますね。そしてすべてのデータが現れております。そしてクロス用の枠も再び現れました。 なので、ここに先ほどの結果、人数を書いてください。45kg 以上で20%以上の人というと、ここに書くことがわかりますね。はいえー、皆さん、ここに17人と書いておきましょう。あ、人はいいや。そして、45kg 以上で20%未満の人たちも数えました。15人でしたね。このように、重要な数値がすでに 半分程度埋まりまりしたでは残りの作業何すればいいか分かるでしょうか実は空白についても測る必要があるので見ておきましょう先ほどと同じように 45kg 以上にだけチェックを入れてくださいそして改めて考えてみましょう空白って言いましたかこう、ね、空白の人がもしいればチェックボックスの欄として空白もしくはスペース という欄が現れます。でもそれがないですね。ないということはゼロ人ということなんですよ。というわけで再び全て選択に全部戻しまして 45kg 以上で空白の人は体脂肪率が空白の人はいませんでした、ゼロです。これを書き忘れる人が結構多いので気をつけてください。ここで不思議に思う人いるかもしれません。え空白の人おったやん、一人おっちゃん。 注意してほしいんですけど、この人、両方空白ですよね。45kg 以上か未満かもわからない。20%以上か未満かもわからない。両方空白です。ということは、もうすでに埋めれますね。表で言うとどこでしょうか。ここです。体重も空白。体脂肪率も空白という人は、ここに入るんです。お分かりですね。なので、皆さんも手元でここに。 0とあ、ごめんなさい、えー、1人だるわけですから、1と入れておきましょう。はい。これで9つの欄の4つほど埋まったということがわかります。では、先ほど 45kg 以上についてみましたので、今度は。 45kg 未満についてだけチェックを入れてください。そして OK。そして先ほどと同じように体脂肪率に関しては20%以上にだけチェックを入れてください。そして OK。ちょうど15個が見つかりましたときます。そして次にすべて選択に戻して 45kg 未満に絞りをかけたまま今度は体脂肪率を 20%未満にします。そして OK。11個が見つかりましたと出てきました。ちなみに空白の人たちはいなさそうですね。というわけで、15、11、0という数字が分かります。一度すべてのチェックを外して、逆ですね、一度すべてのチェックを入れて、すべて選択にして、 データの絞りがない状態にしましょう。そして、先ほど判明した人数を15、11、0と見ていきましょう。はい、よろしいでしょうか。じゃあ最後、この体重が空白の人ってどうなんやろうなということで、体重の欄のチェックフィルターにクリックしてみましてあ、空白の欄あるなということで、 空白セルだけにチェックを入れた状態にしてくださいああ。空白セルにだけチェックを入れた状態。いいでしょうか。これをやってみましょう。OK、押しましょう。すると、見ての通り、何人ですか ?1 件しか出てきませんね。1個だけが見つかりました。でどんな人なんですかこうですね。体重が、 データなし。体脂肪率もデータなし。両方データなしという人だけが出てきたということになります。ということは、表に戻ってみましょう。一度すべて選択を選択して、これですべて選択になってますね。こちら、体重が空白という人は、1人しかいませんでした。その1人は先ほどすでにもう書いたんですね。ということは、ここの人数はどうなりますか 両方ともゼロですね。というわけで、晴れてすべての人数が書き込めたということになります。ここまでがデータベースの中の人数のカウントから得られる部分です。あとの部分は合計とありますね。これは Excel に計算をさせましょう。まず一番代表的なやり方、オーソドックスなやり方は、イコールハム。 こと書くやり方ですでカッコの2つの間に、この範囲をピューと範囲指定します。左クリックを押さえた状態で3つ選択するんですね。そしてカッコとジを入れる。これで人数の合計が出てきますので、エンターを押してみてください。このように32人と出てきました。まあ、あの暗算でもできるような、ね、人数ですから、17たす15やったら32やから、まあ、この結果32で合ってそうやな。 という,ふうに確認できるは、ずですですは続き、同じようにやってもいいんですけども、サムなんとかと書いて、もう一つやり方がありますので、見てみましょう。データベースの操作でもやったように、実は右下のつまみ部分を左クリックで押さえて、下までずるずるずるとやれば、同じサム関数が下の方にも作られるという状況になります。 合計の数を見ても322610と全部合ってますね。ではその下のここの合計欄も作っておきましょう。もう一つのやり方やっておきます。実はこっちの方が簡単です。右上にあるこの合計というコマンドを使います。この合計というコマンドにはこのシグマというなんだ、記号が書かれてますので、その横の 下向き矢印ボタンを左クリックすると合計以外のものも選べます今回は合計を使えばいいので合計のところにカーソルを当てて左クリックを押してくださいすると勝手にその関数書き込んでくれるんですよこんなにねうまく自動的に作成される場合ばかりではないんですがこれに関しては今回に関しては作成がうまくいってますのでこれで Enter キーを押して合計出しましょうそして先ほどと同じように右下を 今度は右の方に引っ張っていくとこんな感じです。合計が出ましたね。そしてここで必ず確認しましょう。59という人数、合ってますか総合計59人という意味です。合ってますかこれは正しいですね。データベースの人数も59人でした。実際、データベースの方を見てみると、下の方に行くと、これですね。59という番号まであることが分かります。なので、 今作成したクロス表は正しいということになりそうですねこれでクロス表の作成が完成でございますいかがでしたでしょうか今ここの画面に示しているように2-2の,のクロス表の作成というところがようやく終わりましたこれでようやく帯グラフを作っていく上での準備段階が完成というわけです しかし一部の人からすると、クロス表を作ったの初めてやし、スピードも結構速かったし、ついていかへんかったとかですね、あるいは自分でまたできるかは不安だという方いると思います。そういった場合には、同じような作業を2回目各自で、今度は映像を見ずに、あるいはできるだけ映像を見ずにやってみるということをお勧めします。そうこうしているうちにだんだん慣れていきますので、使えるようになると思います。実はクロス表ってすごく便利な表なんです。しかし、 少しこう説明がいるので、多くの人がこれ知らないまま、大学生活を終わってしまう、社会人生活、数年間を過ごしてしまうということになりかねませんので、ぜひ今回の映像を使って、得意分野にしてもらえたらと思います。では、この映像をこれで終了します。次の映像に進んでください。